話題の AI を長岡市が評価しました。チャット GPT、 県内でも本格導入する自治体が現れるでしょうか。今日の長岡市長会見、役所の中でもね、意見がやっぱりちょっと分かれてるんだけど、を避けてですね、生きていけるもう社会じゃないというふうに私は思いますので、これはですね、今の時点の評価は別にしてですね、今後それは使っていくしかない、もう使っていきたいというふうに思います。磯田辰信市長が評価したのは対話型 AI チャット GPT。 チャット GPT はインターネット上の大量のデータを学習し、質問などを入力すると回答の文章を自動生成する対話型の AI ソフトです。神奈川県横須賀市では今月から試験導入されました。広報文や PR 文の作成に活用しているといいます。大手証券会社は企画書やプログラミングなどへの補助として活用を認めました。磯田市長は情報の収集や整理に必ず使えるようになると評価する一方、確かに私もちょっと使ってみましたけど、まあトンチンカなですね、妙な回答というものもあってですね、全然使えないなっていうその感想を持つ方もいてですね、おかしくない。そう、人工知能にも間違いはあります。実際に使ってみました。新潟の名物料理を尋ねると、そばに肉味噌。私たちが知る新潟名物とはだいぶ違うようです。ただもちろんですね、このそのチャット GPT が参照するそのデータベースの中にですね、現実の市民の皆さんの生活とかですね、思いというものが入っているわけではありませんので、現場の声とか思いとか事情、そういったものはですね、今まで以上にですね、それはキャッチしていく、その努力がないとですね、やはり振り回されてしまいますので。長岡市は市役所の業務に使えるか今後検討していくとしています。